はいどうもこんにちは、ジェットダイスケです。じゃじゃん以前ね、勝負しました。k p i さんからお借りしたゴドックスの V860-2 というね、ストロボですけども、こちらはキャノン純正の 600EXRT というものですね。チャージ速度、リサイクルタイム、これを競いましたよね。で、ゴドックスが圧勝だったんですけども、こちらがキャノンです。そしてこちらがゴドックスです。えー、このボタンを押して同時に発光させますね。いいですかこれいきますよ。 せーの、ドンうわメガメガメガあゴドックスもチャージ終わってるキャノンまだキャノンまだ終わってないいつ来るかいつ来るかいつ来るんだいつ来るんだ <laughs> いつ来るんだ で、ゴドックスが圧勝だったんですけども、友達からちょっとメール来ました。キャノンのもそんなに遅くないよって動画付きでね、友達がね、これ、リサイクルタイムのね、動画を撮ってね、メールを送ってくれたんですよ。おやと思ってね、これしばらく使ってたら、前回の勝負からしばらくちょっと使ってたら、すぐ電池切れしてしまいました。ひょっとしたら、ひょっとしたらこれはね、電池の残量が少なかったんではないかと。今回ね、エボルタ、 パナソニックのエボルタ。はい。エボルタ電池を突っ込んでいきますよ。よっと。はい。はい。それじゃあ、電源オンピピピピーンテレッテレ、ー。はい。ランプつきましたね。M で1分の1フル発光になります。じゃあ、ゴドックスと勝負してみましょう。ドンペメガーメガー <laughs> あ、キャノンついたね。キャノンついたね。もう一回いこうか。もう一回いこうか。せーの。 ああキヤノンもね、まあ、キャノン倍ぐらいの時間はかかるけどもそっかちゃんんと新しいい電池を使えばリサイイクルタイム短いんですね、まあ、今回の教訓としてはねストロボには新しい電池を使おうとそういうことですね。